西川健太郎は石川県金沢市出身の元プロ野球選手。宇と右みち。血液型は A 型。現在は中日ドラゴンズの打撃投手を務めている。清涼中学校時代は軟式野球部に所属。2年夏の第24回全日本少年軟式野球大会では主に左翼手として3年夏の第30回全国中学校軟式野球大会では 中学生ながら最速時速1 3 5トルを記録するエース兼4番打者として2度の全国制覇に貢献。3年夏の全中大会では予選である北信越予選で優勝した翌日に父を病気で亡くす悲しみを乗り越えての全国制覇であった。清涼高等学校進学後は1年秋からエース。2年春の春季大会では 北信越大会でベスト4まで進出。3年夏は石川県予選準決勝で鎌田義名を擁する金沢高に2から5で敗れる。6月に骨折した左手甲の影響で先発は務めずリリーフとして登板した。しかし在学中には春夏とも阪神甲子園球場での全国大会に出場できなかった。2011年のプロ野球ドラフト会議で 中日ドラゴンズから二巡目で指名。中日が一巡目で高橋周平の交渉権を獲得できなかった場合に西川を一巡目で指名することが事前に報じられるほど高い評価を受けていた。結局、中日は一巡目で高橋の交渉権を獲得。西川自身も契約金6000万円、年俸660万円という条件で高橋と揃って入団した。 背番号は32。2012年にはウエスタンリーグ公式戦で開幕から先発投手に起用。6月14日の対福岡ソフトバンクホークス16回裏に救援投手として一軍デビューを果たした。シーズン23では一軍公式戦3試合に登板するとともに防御率1.29を記録した。また月日のフレッシュオールスターゲームでは ウエスタンリーグ選抜の先発投手として2回を無失点に抑えた。2013年には5月19日の対ソフトバンク戦でシーズン初の1軍マウンド経験。7月31日の対阪神タイガース戦に先発で登板すると7回裏西まで阪神打線から一人の走者も出さないほどの高騰を見せた末に7回1安打1死球無失点という 内容で一軍初勝利を挙げた。その後も一軍公式戦に登板したが、一勝6敗、防御率6.26という成績でシーズンを終えた。2014年には、春季キャンプ中に、右足の内転筋を痛めた。ウエスタンリーグ公式戦では20試合の登板で3勝5敗、防御率5.24という成績を残したが、一軍公式戦への登板機会はなかった。 2015年には前年に続いて右足の内転筋痛で春季キャンプを離脱した。5月28日の対ソフトバンク戦で2年ぶりに一軍公式戦へ登板。シーズン6試合目の登板であった8月5日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で一軍公式戦2年振りの勝利を挙げたが、この試合を最後に一軍から遠ざかった。年には ウエスタンリーグ公式戦11試合に登板。2勝0敗ながら、防御率が10.97に達するほど振るわず、一軍公式戦への登板機会がなかった。10月1日に、球団から戦力外通告を受けたが、NPB た球団での現役続行を希望していた。ため、2016年11月12日には、甲子園球場で、開催の12球団合同トライアウトに参加。 シートバッティング形式の対戦で、打者3人を無安打に抑えたほか、一つの三振を奪った。しかし、NPB いた球団から獲得のオファーを受けるまでに、至らなかったため、現役からの引退を決意した。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。前述のトライアウト直後に、中日から打撃投手への転身を打診。 2016年11月24日に打撃投手として正式に契約した。中日時代の終盤には2年続けて右足の内転筋を痛めたためトレーニングによって強化。また、投球時の右肘の位置を変えたことによってコントロールが安定したという。家族は母と姉二人で趣味は DVD 鑑賞。ライバル校である金沢高校のエースで 自身が中日に指名された2011年のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスからの2巡目指名を受けた鎌田義直と仲が良い。西川自身は指名の時点で将来性では鎌田より上とも言われていた中日ファンである。ドラフト指名時には中日は小さい頃から憧れだった若い投手が育っている球団という印象がある。 肘をしなやかに使えるフォームには自信を持っている。プロでは結果にこだわり、勝てる投手になると発言している。ちなみに2010年末、名古屋の治療院で後にチームメイトとなる吉見和樹と偶然顔を合わせたが、プライベートだと思ったので声はかけませんでした。2015年のシーズン終了後に自身と同じ年齢で石川県出身の女性と結婚。 別々の高校に通っていた17歳の時から交際を続けた末の結婚で2017年の初めに第一子を出産した。出産前の2016年12月30日に TBS テレビ制作全国ネットで放送されたプロ野球戦力外通告首を宣告された男たちでは夫婦への密着取材映像を交えながら妻との慣れそめから 中日打撃投手への転身を決意するまでの経緯を紹介していた。ありがとうございます。